イエローライダーの公式予選2回目が始まりました。さあまず最初出ていくのは千葉拓也、ボートレースでレッシュチームは今回1時間台半分以上です。いきなりこれねトップ5に振り込んできてますから、このチームはなかなか強くありますね。